皆さんこんにちは、トップ13です。先日催された武士ロード新春大発表会にて、レユースターライト関係の大きな発表が今年もありました。一つ一つのインパクトの大きさに興奮を抑えきれないかと思いますが、今回の動画ではその最新情報をまとめていきたいと思います。それでは、行ってみましょう。まずはこちら。ゲーム、遥かなるエルドラド、新情報。大発表会では、発売日やパッケージ版の販売形態、そしてオープニングムービーが公開されました。この動画では、パッケージ版の販売形態についておさらいしたいと思います。販売形態は画像の通り、ソフトのみの通常版。遥かなるエルドラドの戯曲台本と、上野飛行船シアターにて公演された朗読劇のブルーレイが付属するスターライト版。そしてそれらに加えて、この複製原画がついてくる超スターライト版、3種類となっています。皆さん、どれを予約しますか？私は収納スペースや経済的な事情からスターライト版を予約しますが、超スターライト版を予約する方も多いことでしょう。現在、武士ロードオンラインストアにて抽選販売の受付が行われています。限定999セット。この複製原画をご自宅に飾りたい方は、忘れずにお申し込みください。続いてはこちら。舞台少女大運動会の続報。チーム分けと、そのチームメンバーを決めるドラフト会議の開催が発表されました。てっきり学校別できそうのかと思っていましたが、学校の垣根を越えて4つのチームに分かれるようですね。注目すべきは各チームの名前とロゴ。それぞれのリーダーが自作したロゴとなっていますが、どれも個性的なデザインで面白いですね。きっと、このロゴをあしらったグッズも販売されることでしょう。個人的に、野本さんチームのロゴデザインが凝っていて好きです。会場をホットにさせてくれること間違いなしですね。続いてはこちら。朗読劇エルドラド、神戸公演決定。これまで関東での公演が続いていたスタリラ朗読劇が、ようやく関西でも上演されます。関西の舞台創造家の方はきっと嬉しいことでしょう。出演者については後日発表とのことですが、もしかして上野の公演とは違うキャスティングになるのでしょうか。ゲーム版エルドラドが、プレイヤーの裁量で配役を決められそうな雰囲気を出しているので、普通にありえそうなんですよね。続報に期待しましょう。続いてはこちら。セイラン新作舞台公演決定。セイランブルーグリッターからおよそ4年ぶり、セイラン主演舞台の続編が2024年、ついに上演されます。大発表会にて、セイランキャスト陣が映像で出てきた時は、もしやと思いましたが、いざ公式にお披露目となると、もう興奮が抑えられませんでした。待っていた方、多かったんじゃないでしょうか。上演は2024年の9月とのこと。果たして一体どんな物語が展開されるのでしょうか。個人的には、シャープ4、クライマックスの裏で何が起こっていたのかが気になっているので、そのあたりを補完してくれると嬉しいですね。あと、もし実現してくれるのであれば、フェイスガードなしで、セイランブルーグリッターの再演もお願いしたいところです。スターライト運営さん、どうかご検討。そして、最後に紹介するのはこちら。舞台、別れの戦記、公演決定。ついに来たこれまで謎に包まれていた舞台版スターライト新プロジェクトがようやく動き出します。その第1弾はスタリラで初登場した人気演目別れの戦記。中東部リベリオンで一度は舞台化されたこの名作がオリジナルの青少メンバーでついに舞台化です。大発表会でマヤと香るこのセリフが流れた時はもう鳥肌が立ちました。こんなに嬉しいことはありません。加えてこの発表で分かったことは、舞台新プロジェクトは劇中劇を舞台化していく方向でいくということです。かねてより舞台で見たい作品が多かったので、この方向性は個人的にとても喜ばしいことです。別れの戦記はもちろん、今後の舞台版スターライトからまだまだ目が離せませんね。この舞台の最速先行申し込み券は、ゲーム、遥かなるエルドラドについてくるとのこと。続報が待ち遠しいです。というわけで、スターライト最新情報まとめでした。今年はスターライトのリアルイベントが目白押し。皆さん、このきらめきの波に乗り遅れないように。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。